達人チャンネルへようこそ。達人でございます。今日はね、あの人気シリーズに新しい味が出たんでご紹介しましょう。それがこちら、じゃーん、タンタン風チキンラーメン。ということで、こちらチキンラーメンの、タンタン風ということで、こちらでタンタン風の、ね、ラーメンでございますよ。でこちらね、コクと辛みが決め手ということでね、こちらいますよ、この横みてのやつね。ひよこといえばあれですよ、キュウちゃんですよ、うちのキュウちゃんですよね、本当に。じゃあちょっとキュウちゃんね、久しぶりの登場なんですけれども、ちょっとキュウちゃん、どうですかね、あの達人、どんなもんなんですよね、本当に。そうなんだけどね、本当に。でね、ここにある担々風オイル、これをね、お召し上がりの直前に入れてくださいと、ね、入れていきましょう。でね、中身はこんな感じ、まだお湯入れてないけどね、ちょっとね、この担々風のこのお肉かな、ひき肉かな、これが入ってる感じです。でね、ちょっとピリッと辛口ってことで、ね、このさっきのやつを入れていくんだけど、ちなみにエネルギーは458キロカロリーです。よし、じゃあね、お湯を入れて3分待ちたいと思います。よし、じゃあね、3分経ったんで、担々風オイルを入れていきましょう。よし、お、結構いい感じにできたんじゃない。で多分ね、この担々風オイルは辛いやつですね。お、このね、蓋の後ろに書いてあるんだけれども、あのね、これ袋のね、チキンラーメンで、このね、担々風チキンラーメンが作れるということでね、もし作ってみたい方はこれでね、このレシピで作ってみてください。よし、じゃあ早速食べていこう。うわー、これ、うん、匂いはね、チキンラーメンの匂いしたんだけど、さっきの担々風のね、音入れたんで、すごい担々ラーメンの匂い、担々麺の匂いしてますね。よし、じゃあ食べます。うん、お、なんかね、結構チキンラーメンと担々風の担々麺かの味が結構合ってるかもしれないな。野菜もちゃんと入ってるんでね。うん、これね、結構最後のね、辛みのスープのコクも効いててね、美味しいです。というわけで、今日は担々風チキンラーメン、こちらね、コンビニさんとかで売ってるんで、ぜひね、皆さん見かけたら買ってみてください。ということで、今日はこちら担々風チキンラーメンのご紹介でした。またこの動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。